はい、これは WBGT といいまして、日本語で言うと厚さ指数を測る機械というふうになっております。はい、この機械ではですね、これであのこれ呼吸っていうものを測りまして、言い換えますと腹斜を測るような機器というふうになっております。で、一方こっちがですね、あの気温とか湿度を測る機器というふうになっておりまして、こういった指標をベースに WBGT を最終的には計算するというふうなものというふうになっております。はい、これはですね、あの測った情報を無線で飛ばす、アンテナみたいなものですね。そうですね、もうずっと置きっぱなしです。皆様のヒートアイランド、あるいは気候変動という言葉をお聞きになったことあるかと思うんですけども、これによって、気温というものが上昇していると。で、これに伴って例えば一つの影響として、熱中症というものが最近非常に深刻となってきているわけであるんですけども、私はこういった熱中症に関する研究を現在行っております。はい、私の研究では反射数を予測するモデルの開発というものを行っているんですけども、やはり研究をやる中でうまいことを言ったりいかなかったりすることもありますので、そういった経験もしながら、苦しくもあり楽しくもあり研究を進めているところであります。この研究は私たちの暮らしにどのように役立っているんでしょうか。はい、で、気候変動、残念ながらまだまだ気温の上昇というものを止めることができないような状況というふうになっておりまして、それによってもだって熱中症というのもまだ増加する可能性があるというところで、私の研究を通じて今後どの程度熱中症が増加するのか、でその増加に対してどういうふうな対策を取っていけばいいのか、こういったところにつなげていきたいというふうに考えております。では毎年熱中症がニュースになりますけれども、今後も警戒しなきゃいけないんですか。はい、まさにその通りでありまして、先ほど申しましたように気温というのはまだまだ気候変動によって上昇するというところで、その結果のとなる搬送者数の増加ですね、こういったものは日々注意する必要があるかなというふうに考えております。熱中症警戒アラートが施行されていますが、今後はどのように活用されますか。はい、昨年の段階におきましては関東甲信越のみを対象とした取り組みであったわけであるんですけれども、次年度以降はですね、日本全国に展開されるというところで、それぞれの地域における状況がどうであるのかといったところを日々ですね、情報を入手して対策を取っていただければというふうに考えております。今自治体と協力した活動もあるそうなんですが、具体的にはどんな活動になるんですか。はい、で、私の方ではですね、今自治体さんと一緒に共同研究を行っておりまして、何をしているかと申しますと、自治体における熱中症搬送者数に関する詳細な情報を入手すると。で、それをもとにですね、搬送者に関するモデルを作ったり、あるいは対策につなげていく。で、またこういったモデルだけではなくてですね、実際 WBGT というものを観測すると、こういったところの研究を現在行ってございます。はい、で、私自身ご関係に勤務しているわけではあるんですけれども、やはり自治体の詳細な情報というのは私ではアクセスできないところもございますので、そういった課題に対してですね、自治体の方と一緒に共同研究するというところが、この研究の一つの醍醐味かなというふうに考えてございます。では私たちがこの研究に興味を持った場合はどこに行けば、何をすればどうにかしてはい、ありがとうございます。エプラの中に熱中症に関する情報を掲載してございますし、あるいは環境省もしくは気象庁のホームページにも警戒アラートに関する情報が掲載されておりますので、ぜひですね、そういった情報にアクセスしていただければというふうに思います。実はですね、この研究をやりたいなと思っている方、何かしたかと思っているのはありますか。で、温暖化とあるいは気候変動というのはますます今後深刻になってくるというところが予測されておりますので、まだまだやることたくさんあります。ですので、少しでも興味持っておられるようでしたら、ぜひですね、この世界に飛び込んでいただければというふうに思います。